今日はね、ちょっとね、中澤に聞きたいのがさ、うん。ほら、横浜博やってる時にさ、降りちゃったじゃん。これ、あれはね、僕自身が2期8年というのは最初からの約束で市長やってるわけですね。というのは、僕が市長になったのは2002年、平成14年で、選挙は2月からっていうタイミングでやってたんだけど、まあ、僕自身があの時に、野倉さんよくおっしゃっていただく、僕財政改革をね、徹底してやったじゃないですか。で、そのことを分かってくださってる方は本当にありがたいんだけど、財政を立て直すのは本当にさっきみたいに大変な話なんだね。抵抗勢力がいっぱいいるわけですね。で、その財政をこのままだと横浜は本当に破綻してますよと。で、当時、もう横浜市の市債、まあ、蓋を開けたら結局6兆円あったんですよね。だけど、横浜市のカウントの仕方っていうのは、横浜市の一般会計というのはちょっと面倒な話になるけど、一般会計という税金で行う会計の分の借金だけを借金としてカウントしてるわけです。で、それは1兆数千、2兆数千億だけだったんですね。で、それ以外のものについては、これは借金じゃないんだと。例えば、市営地下鉄は赤字です。さっきも言ったように。で、市営地下鉄は赤字だけれども、運賃で市債を返済していくんだから、これは市の借金ではない。まあ、いわば、これから収入入ってくるんだから、でも赤字でしょって言いたくなるんだけど、で、そういう発表の仕方だったんで、まあ、事実上破綻してる。だけど、それを認めない。で、僕はおかしい。次の世代のために横浜市の財政を健全化するっていうのが僕の、平成14年の選挙の時の公約。だから財政、もう当時のチラシ、まあ、どっかにあるけど、持ってる人は見ればわかるけど、財政なんですよ。で、それを横浜プライド構想2008って言ってまとめた。2008かな？そう、2008って言ってまとめたんです。で、2010か。横浜プライド構想2010だ。ごめんなさい。2002年から8年間の2010だ。横浜プライド構想2010っていう、僕は公約に掲げるわけです。すなわち、2期8年の中で財政を好転させます。健全化させます。っていうのは僕の公約だったんですね。で、僕は、市長やったら、多選禁止条例っていうのを作ったんです。すなわち、何期も何期も市長を続けるのはダメよって。まあ、結果としては自粛条例になるんだけど、多選自粛条例って、すなわち、市長は3期までというふうにするわけです。で、これはもう多選の話はまた別途やりたいな。もうやりたい話ばっかりなんだ。だけど、それで、多選自粛条例やったんで、それは自分にも当然かかってくるんで、そうなると3期までですよね。で、僕は、まあ、さっきも言ったように、プライド構想2010で、2010年までという中で僕はやるという公約があり、で、3期目までと考えると、まあ、はっきり言って3期目っていうのは結構、なんていうの、余力の時間っていう。2010までにやりきった後の、まあ、時間っていう。僕はそろそろどこがやめ時かって考えてたんですね、あの時ね。で、改革って痛み伴うわけです。痛み伴うことっていうのは、とっととやって次のステージに行かないと、いつまでもダラダラやってると、痛いのがずっと続いていくわけですね。外科手術だから改革っていうのは。なんていうのかな。栄養ドリンク飲んで内服液飲んでっていうのは別に改革とは言わない。ことですよね。だけど、僕、この間、盲腸やった。そうだ。5月に。そうそう。飲めなかったね、この間。59歳で盲腸になった。なんか、盲腸って若い時にあるのかなと思ったけど、違うんですね。で、盲腸、5月になったんだけど、実は4月にも盲腸で診断されたんですよ。痛くて痛くて、国会議員の時に。で、その時に病院行ったら、手術した方がいいですよ。根治するには。で、だけど、いやいや、国会もし無理ですよ、今、会期中ですから。っていう風な話になって、いわゆるチラスっていうんで、薬飲んだんですね。で、薬飲んだら確かに収まる。ただ、先生が言ったのは、これで出ない人もいますと、その後。だけど、根治するんだったら、ちゃんと切った方、ちゃんと手術した方がいいですよっていうんで、まあ、僕、根治派なんで、プライベートも、公も、公私ともに根治派なんで、そういう意味では、7月に予約入れたんですよ、手術の。で、まあ、7月にはすなわち国会終わるってことですね。6月末に国会終わって、じゃあ7月の3日だったかな、手術の日程を決めたんですね。で、予約を入れた。ところが、薬で散らして済んでたのに、5月の6日になるんですよ、また。それで、病院に行ったら、もう中田さんこれ切らないと、なんだっけ、盲腸から、腸閉塞じゃなくて、なんだっけ、拡大するやつね。
拡大するやつに何とか炎になりますよと。腹膜炎だ。腹膜炎になっちゃって、これダメよと言われて、もう今日切ってください。今日切らないと本当にこれもう取り返しつかないって言われて、国会あるんですけど、いや、そういう問題じゃないでしょって言われて、それで、わかりましたって言って、その日切ることになって、それで国会に休みます。明日から5日間休みます。っていう電話を自民党にもかけるわ、参議院にもかけるわ、野党にも電話する。それで、すいません、ちょっと5日間辛いなと、っていうふうにやるんですけど、まあ話元に戻すと、要は何かっていうと、そういうふうに根治させるのかどうか、うんうん、痛みを本当にこうしっかり治そうと思ったら、一瞬だけどちゃんと手術するのか、うん、それともいつ再発かわかんないけど、ずるずるとずっと薬を飲み続けるのかっていう、そこなんですよね、うん。で、そういう意味では僕は自分のやめ時っていうのをそろそろ考えたんです。なぜかっていうと、バスも黒字化しましたと、うん、地下鉄も黒字化しましたと、水道事業も黒字化しましたと、うん、で、横浜市の財政は明らかに黒字基調になりましたと、うん、毎年毎年のフローが。で、借金返済ももう1兆円になりましたと、うん、あ、今のもより正確に言うと、返済したのが1兆円じゃなくて、減ったのが1兆円。ああ、だから6兆円が5兆円になったんです。うん、返すのもっと返さなきゃ減らないですよ。だから新たな借り入れ分もあるから。うん、だからそういうふうに考えたときに、やめときをどこかなと考えてたんですね。で、一番僕が懸念したことは、ごめんなさい、いいです結論に入ります、うん。僕が一番懸念したのは、僕が市長を辞めたら、また元の木阿弥になっちゃしょうがないなと思うんです、うん。すなわち、何が僕は横浜市の財政をここまで真っ赤っかの赤字にしてきたかっていうと、一つはやっぱりオール与党体制っていうことについて、非常に僕は疑問を持ってました。まあ、はっきり言ったら自民党から野党勢力、国政でいう野党勢力も含めて、うん、まあ、基本的にオール与党、なんですね。だから牽制がない。市に対して要望は多いけれども、まあ、牽制がないわけ。みんな与党だから。うん、共産党だけが野党みたいなね、こういう状態になってるわけですよね。だから、要望を積み重ねていくってことは、あれもこれもこれもこれも聞いていけば、当然赤字になりますよね。うん、この構造は僕すごい問題だなと思ってたんですよね。で、そこでやめ時を考えてた僕としては、いいタイミングが巡ってきたのが、2009年、平成21年の8月か、うん。なぜか、麻生さんが解散するわけです、うん。でも解散風が吹いて、これはもう麻生さん解散するよねっていう話になって、僕の任期満了はその半年後です。うん、来年の春だから。で、そうすると来年の春任期満了で退くとなると、まあ、まあ、もっと具体的に言うと、その段階でもすでに次の市長どうするって話になってるわけですね。うん、巷というか、政治クローと、うん。で、次の市長はまた、みんなで渇望っていう状態がもう動いてるわけです。で、それを見てわかるわけだから、来年の春任期満了で退くって話になると、また元の木阿弥だなと、うん。なったら、麻生さんが解散する。解散というのは降ってはくる、うん。まあそこに僕の横浜市長選挙っていうのを打ち当てると、絶対に、オール与党にならないわけです。うん、でしょ、お分かりになりますね。まあ、あれです。だって総選挙瞬間でね始まるわけだからね。いやいや、もう一つ総選挙って与党と野党で争ってるわけです。まあ特に2009年の選挙は自民党と民主党で争って政権交代になるでしょう、うん。民主党が政権となるわけ、自民党がゲアする。そうすると自民党と民主党が特に争ってる選挙で、同じ日に投票する横浜市長選挙を自民と民主党は担げないでしょう、うん。一緒には。なるほど。絶対担げないですよ、うん。それは。という話になる。だから僕は。それ、クロートじゃないと分かんないよね。でも、クロートでも、この説明っていうのを今僕が言ったのをきちっと説明するっていうのは時間かかるんですよね。うん、で、そうするとやっぱり僕の負けだよね。負けっていうのは、その、世の中に伝わり方としては、やっぱり僕の負け。だから結果としては、僕が考えた通り、自民党推薦、民主党推薦の候補者同士の争いになるんですよ。うん、横浜市長選挙は。もう、それ以外ないもん。うん、衆議院総選挙で、自民民主が争ってる最初に、横浜市長選挙は一緒にやってますって言われていかないんだ。だからそれは僕が考えたと。だけど、結果としては、どうなるってことになると、うん、それは、やっぱり、なかなか途中で辞めた、ある人のせいで辞めた、みたいな話、うん。まあそこに、150周年の、開港祭やってる最中だから、客の入りが悪いから辞めたんだろう、みたいな話になる。それと、あと、7歳事件もね。まあ、それまでも。まあ、もう、やる。全部、総合的にさ、なんかそういう悪いイメージを持たされちゃったよね。
まあ、そこら辺は説明してもやっぱり、今言った、まあ、特にその政治って本当に分かりやすさを皆さん求めるし、僕自身もいろんなことを分かりやすく説明するようにはしています。だけど、やっぱり権力構造というのはものすごい複雑ですよね。で、そのことに対して、本当に反発っていうかね、悪しきことに対して自分自身が、正そう。まあ、こういうふうになると、なかなかその構造を、こう、説明するというのは時間、どうしてもかかっちゃいますね。そうすると伝わらない。だから、今日みたいな機会ってのは本当にありがたいと思いますみよんな誤ね。解してると思うよ。まあ。皆さん誤解してるんだから、そこをやっぱね、後でほら、ね、奈々ちゃん事件は裁判で勝ったっていうのもさ、誰もこう、ね、言わないしそうね。ね。もう勝あれが嘘って、だってことをさ、証明したのに、それが告知されてないから、それを、ま、未だに真に受けてる人いるわけじゃん。で、さっきのね、辞任した時もさ、今の話聞かない限りは、みんな誤解してるわけじゃん。だからやっぱね、なかなか、このね、政治家としては、しっかりやってるんだけど、なんか評価されないってね、嫌だよね。まあ、それは評価というか、僕は自分のエゴでやったことは一つもないんで、もうとにかく全ては次の世代のためにどうすんのっていうのが僕の政治の、ある意味は原点ですね。で、それは国政においてもそうだし、横浜市長やってる時なんかなおさらそうですよ。次の世代の横浜、これをどう残していくか。こんなに赤字まみれでね、この体質を残すわけにはいかんと。僕が言ったように、市営バスが22年、それから市営バスが25年、水道が10年ぶりの黒字だけど、じゃあ、あれからずっと赤字だったら今頃、40何年の連続赤字ですっていうのを、とてもとても、やっぱり言えないですよね。だそのためにやってるけれども、そういう意味では、単純に中田裕二偉いじゃないかなっていう評価は欲しいとは思いません。全然それは。だけど、自分のためじゃなくて、自分の憤りはありつつも、次の世代のためにどういうふうに社会を残していくのかっていうことについてね、これをやっぱり理解はしてもらいたい。なぜかというと、その結果が黒字だったり、借金が1兆円純減したりっていうこと。で、そのためには様々な機構改革あり、公務員の働き方は、まあ、これはこれでいくらでも話せるんですけど、そういうことをやりましたと。で、そういうことがある意味では、こう、世の中の人が理解を、成果としての理解をしてくれれば、政治家って誰がやっても一緒だっていう判断にならないでしょうね。そうだね。ね。だけど、世の中の人が政治なんて誰がやっても一緒でしょっていうふうに思うのは、僕はものすごい残念なことで、だそれは中田裕二を評価してくれじゃなくて、いや、政治っていうのは、やる人によって全然違うんですよっていうことを理解してもらいたいっていう気持ちはやっぱりものすごい強いですよね。もう、その何、行政の長には戻らないですか？まあ、これは今国政にまた戻ってきてやってる最中ですから、そんなことを考えてないっていうのは本当のところですね。まあ、戻ってきて今3年という中で、次また国会議員辞めて今度あっち行きますなんて、もちろん全然考え、本当に微塵も考えてない一つ。もう一つ言うと、改革ですよね。僕はまたやると、国政でも含めて、とにかく僕がやるのは、やっぱり日本のこのままじゃダメだよねっていう構造は変えたいわけですよ。で、それをやるってことはね、これは一つの横浜市長やった教訓としてね、選ぶ側の有権者の皆さんがそれを求めてるっていうのがすごい大事な要件だなって市長やってつくづく思いました。なぜかっていうと、良かれと思ってやってても、さっき言った構造の中にメスを入れなきゃいけないし、結果として表面上の良い悪いと、それからさらにそこに被せてくるその抵抗勢力というような人たちの様々な罵詈雑言批判というもの、こういうものと戦わなきゃいけないわけですね。ところが、一緒になってねじれ鉢巻きで戦ってくれとは思わないけれども、そうだそうだと、こう、有権者の皆さんに理解がないと、これ続かないなっていうのも、っていうか、お互い不幸だなって思う。やってる僕も、まあ、不幸って言い方は変だけど、やられる側も改革を。これも不幸なんですね。なんでこんなことされるんだよって、いろんな予算削られますとか見直しになっていく人たちは当然、
ふざけるなと思ってる。うん、で、そこに持ってきて、様々にさっきから言ってるような、醜聞、批判、こういうものが出てくる。うん、出される、うん。そうすると、何やってんだか政治はっていう話になる。うん、だからお互いこれは不幸だなと思っていて、うん、僕は、今の、この僕の今後の話じゃないですね、うん。国政に戻る2年前、まあ僕が何もついてなかった期間が5年ぐらいあったんだけど、うん、その5年の間いろんなところでこう言われました。あの、うちの知事になったよ、中田さんとかね。うん、それから、うちの市の市長やってよ、とかっていうの、うん、本当に言われたの。言われるよね、きっとね。ありがたいこと。うん、小さい町だけど、うちの町長やってほしいよね、とかって言われるの、うん。僕はその時に本気で返してた言葉は、本当にそのつもりで言ってくれるんだったら言ってきてくださいと、うん。それは、すなわち、僕は部外者として行くわけでしょ、うん。どっかの県、どっかの市町村に。その場合、うちの町をこういうふうに本当に変えてほしいんだと、うん。うちの市このまま行ったら本当に過疎が進むだけでどうにもならんのかと。うん、なんとかしてほしいんだと。っていうのを本当に声として皆さんが署名、まあ、その人口何人かによるけど、うん、適当に言ってました。署名3000通集めて持ってきてくると俺やりますよって、うん。署名2万持ってきたら俺ってやりますよと。だけどそれがないまま、外からはい、僕がやりますなんて言ったら俺もお互い不幸ですよ、うん。っていうふうに僕言ってましたね。それは本当に本音でもありますね。うんうん、まあ、ここはじゃあ今度ね、自民党内でちょっと暴れてもらわないといけない時期じゃないかなと思うんだけど、うん、それはどんな感じですかね、うん、やっぱり僕は長らく自民党に変わりうるやっぱり競争関係の勢力、うん、政党っていうのは必要だっていうふうに思ってずっとやってきましたよね。民主党には僕は入ってないんですね、うん、立憲民主党にももちろん入ってないんですけど、それはなぜっていうとやっぱり彼ら自体の存在が悪いなんて全然思わないけど、公務員の労働組合っていうのは、やっぱり体質違うんですよ、うん。あの、市役所の労働組合、県の労働組合ってあります。国ももちろんあります。これを官公労と言ったり、それから市役所なんか自治労という全体の名称になるんですけど、やっぱり潰れない会社の労働組合っていうのは民間の組合と違います。うん、もうぶっちゃけて。うん、民間は、どんなに言ったって自分の会社なくなるような要求をしたら、これアウトですよ。うん、ですよね、うん。当然ですよね。ちょっと潰れちゃったら給料もらえない、うん。だから公務員の労働組合はそうじゃないんですよね。うん、だから日教組、うん。これ、まあ、よく言われますけど、教員組合ですよね。うん、この教員組合が、今の教育のあり方、うん、まあ、問題になってるいろんなあり方ね。教員のやる気のなさであったりとか、教員が単なる労働者としての要求を突きつけてきたりとか、うん、いや、教員の今の実態というのはなかなか大変なものがあるんですよ、うん、それは。いわゆるモンスターペアレンツの問題もあればね、うん、予算が減少している中におけるいろんな問題、それはあります。だけど、日教組という存在が教育を変更させてきたって現実もある、うん。で、そういう意味において、そういう勢力とは僕は一緒にできないと思いつつ、自民党に代わりうる勢力。うん、そうなると、基本的なところを一致してる、まあ、わかりやすく言えば保守政党ですよね、うん。もっと言えば保守改革政党ですよね。うん、で、例えば安全保障。うん、これは、もう政治の一丁目一番地であり、まあ、これは価値観を共有するアメリカと組んで、日本の安全保障、この東アジアの安全保障をちゃんとやっていくっていうのは、これ基本だと思います。うん、それから日本国憲法。これも憲法も、やっぱり自衛隊の今の違憲のような状態。うん、ほとんどの弁護士は違憲と言いますよね、うん。今の実話だけ読んだら明らかに違憲ですよ、ね、うん。でも実際必要だと。国民の8割を認めている。この自衛隊についても憲法改正は必要だ。それ以外にも、まあ、なんていうのかな、憲法は、本当に義務は少なく、権利ばっかり、うん、あと自由、うん。それは結構なんだけど、国民として果たすべき義務、責務というものが、まあ、おざなりになってる、うん、まあ、こういうことについてだとか、やっぱ憲法改正というのが必要だと思う、うん、まあ、そういうこと、それから今やエネルギー安全保障も含めてエネルギー上の一つのイデオロギーになっているのは原子力発電所ですね、うん、原発僕はどんどん作れ派じゃないです、うん、だけどこれを有効利用していくことは重要だと思います、うん、だから再生可能エネルギーを増やしていく、これはもう僕全面的に賛成なんです、うん、むしろそっちは人口に落ちないぐらい僕は賛成論者です、うん、進めてます、僕
国会議員として。だけど、原発を現時点においてどう有効活用していくことか、これはすごい重要。うんうん、ところが、原発を直ちになくして、原発ゼロ派、うん。これはやっぱりイデオロギー的にもうなっちゃってますね。うん、だこういうところについては、一致した上で自民党に変わりうる勢力じゃないとダメなんですよ。うんうん、それじゃなくて、国民からしたら政権任せられないじゃないですか。うん、なんか、政権変わったら日米同盟やめますみたいな。うん、もちろんなっちゃいますよね。いや急激にそれは無理だよね。やっぱり自分を持ってやっていかなきゃいけないし、あとね、原発もさ、わざわざ海沿いに作んないでさ、安全な山の中で作ればね、ヨーロッパのようにすれば別に問題はなかったと思うんだけど、なんだか知らないけど、地盤の悪いところとかさ、ね、その海沿いに作っちゃうから、ああいう事故が起きるわけじゃん。まあ、人の少ないことと排水の問題で、うん、そっちに安易に流れてきたってことがあるでしょう、ね。まあ、そういう意味ではね、やっぱり自民党に変わり得る勢力っていうのは未だに僕はやっぱり重要だと思いますよ。うん、だけど、そのチャレンジをずっとしてきたんですね。うん、日本新党、新進党。うん、で、新進党がなくなったと僕無所属ですから、うん、民主党できたけど、さっき言った理由で入りませんでした。うん、まあ、日教組とか僕は一緒にはできない。うん、票が欲しくても無理。うん、公民改革やったからさ、うん、やっぱりね、ちょっと嫌だよね。でも逆に言ったら僕がもしもあの時民主党で、うん、推薦もらってたりしてたら絶対公民改革できない。できないもんね、うん。そういうことなんだよ。だから横浜市長選挙でも民主党推薦だったらできない。うん。なるほど。だから僕は無所属で、完全無所属でやったわけだし、うん、国会議員の時もやっぱり自分の信条として民主党には入らなかったんですね。うん、だからそういう意味では自民党に変わり得る勢力っていうのを考えてやってきたけど、まあ維新の会僕所属してたけど、維新が分裂した段階でこれは無理だなと観念した対抗勢力を作ること、うん、まさか分裂すると思わないもんね、まあ、これは無理だなって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、今でもさっき言ったように自民党に変わり得る勢力がある方が緊張関係の中で政治はお互い切磋琢磨できる、うん、いい競争ができるっていう意味では僕大事だと思うけど、だから無理だなっていう片付け方はいけないんだけれども、少なくとも僕に残された時間をそっちに費やすのはもうやめようと、うん、いわゆる保守改革政党を作るためにやりましょうって言っても、もう毎度分裂の繰り返し、うんうん、日本新党は新進党に合併して亡くなったんだけど、うん、新進党は分裂でしょ、小沢一郎さんが、で、その後は今度、維新の会はまた、石原橋本会談で分裂でしょ。うんうん、もう、これはちょっとダメだなと。うん、少なくとも僕の時間、残り、当時で54ぐらい。うん、そうすると、あと30年後に僕は、なんとか理想の日本をとかって言ってる場合じゃねえなと。そうですね。あと10年だよねと、俺がやれるのはって考えたら、うんうん、もう自民党という中で、しっかりと、物事の現実を一つでも二つでも三つでも四つでも五つでも六つでもやっていくということに舵切らないともう間に合わねえぞと、うん、日本がっていう思いで自民党に来た。うん、だから、それはこのことも結構俺今まで あちこちで説明してきたんだね、うん。文章もいくらでも残ってるんで、欲しい人連絡してください、倉橋さん、うん。そしたら私ちゃんと送りますから。もうそんなのもう何年も前に評価で言ってるから、今初めて言ってる話じゃないからね。だけど、まあ総論結論を言えば、そうなったら自民党をしっかり変えていかなきゃダメですよ、うん。そのための役割っていうのはもちろんになっていかなければいけないと思います。うん、ということで、ちょっとね、もう時間があれだからね、とりあえず一区切りして、また違うテーマでね、また中田さんと会談したいと思うので、これ4回か5回までないと無理かもしれないな。ということで、次回をぜひね、お楽しみにしてください。それではまた。お楽しみに。